まず名古屋城来る前にもこの傘の上にものすごい量の雪が降ってきました。いやそういうのはな、気をつけねば鳥持ってかれるぞ。確かにわし久しぶりなんじゃ、1ヶ月弱3週間ばか指導を開けた。みんなただいま。わしだわわしだわ言うなら、もし言うならわしだわ。その期間わしはまあ基本的には電波線、ラジオ、ここはもう主戦場としておったんですけど、楽しかった。ただな、わし昨日もあの絆の電話受付、多分みんな行った昨日が最終日ということであったんで、そうなんだけど、その前にもうわしはちょっと絆の関係で一人また別の人にちょっと来てた。そこでな、ちょっと声を出す仕事であったんで、わしびっくりした。喉弱なったからすぐ枯れた喉、ただすぐ治ったんだけど、あれですか、あんまりこうその調整期間中に喋っておらん、喋ってない、喋ってない、だって人と会ってない恐ろしいぞ。あのな、わし初めて自分の屋敷で声が出るかどうか確かめた。それぐらい、あ、わし今日も喋ってないわ思うて、出るっていう確認をした。それぐらい。そのうちわし結構長いこと屋敷にこもっておった。というのは26に我々は温泉芸場においてあのおとぎ同士という催しを打ったんだが、それの翌日に来た、その翌日の28の僕が筋講釈をやる日だった時に、またさらにわしの復帰が日程が伸びたという法が出てから、わしあの陣営からあの外出禁止令、外にもう出るな、軽い幽閉です、幽閉、ちょっと勘弁じゃないけど幽閉生活というわけで、わしそれを真面目に一時に守り通し、家を出なかった結果、あの外気にすら触れない日もあった。時折にはこう庭にそっと出てたな、風を浴びるなどしたものの、2日間ぐらいはわしも部屋に思いっきり、それは声も出さない。その時の忘れ物自主的に幽閉をしてる。そうですね、自主幽閉がしてるそんなやつがおると思いたないわね。ただこの間あのちょうど親方様と刑事があの電波線に出陣されたら、その終わった後にわしの屋敷にお二方が来て、おー差し入れだって物を持ってきて、その差し入れだと持ってきたものをほぼ二人で食い散らかすという暴挙を働いて帰っていたんだけど、ただもうすごいやっぱ熱い語り部がわしも弁が立ち、もう気づいたら朝4時でもう二人は帰っていく。わしもそこからようやく眠りについたが、やっぱな、なんじゃろうな、親方様はいい人してらっしゃったし、慶次郎も何かこう頼りがいが出てきて、ああわしは老いぼれたなと思っておって、しかしわしはまだまだ健在だと思って出てきて、声を出した瞬間喉枯れる、もうこれは老いぼれたなとその連続じゃったが、昨日の電話もわしが基本電話に出るときにトルルルってペッて割って、わしじゃって言ってたときに、最初なんか中にはわしと親方様を勘違いするものがおって、はい、で最初親方様が電話出た時にわしじゃって言っとったんですよ。でわしはそんなの知らずに電話に出た時に名乗るんじゃなくて、プルルペッてわしじゃって言って、で最初2人目3人目ぐらいの時にえらい黙り込んだんですよ、僕が。で、あわし誰も出たらあんだなと思って、もしもしって言ったら、あの親方様ですかって聞かれて、いやわしじゃ前田利家って言ったらば、いやですよね、その通りで電話したんですが、今の第一声って信長様方に言われてから、わしとりあえずついついわしじゃって言って出てしまっても、わしじゃ前田利家でやるちゃんと名前をと入れるようにして、あとな、あのとあるものの助言で聞いたのが、わしどうやら序盤10人バカ20人バカだな、多分出たものは電話つながったものは多分だいぶわしの声やかましかったと思う。というのはあの日記帳とかでも分かるように、こういう頭にヘッドセットのようにかけて、ここに皆様の声が聞こえて、ここにこう出て喋るとかだったのが、あれがわしここにあったんです。
で、ここにあって喋っとって、で、自分の声も返しが来るんですよ。で、えらいうるさいんだろ。で、わしの声がやがましすぎて、みんなの声が聞こえんの。で、もうそれをグッと押し付けて聞いとったんだけど、グッと押し付けたのに自分の声もこれやがましいわけ。で、その、これはどうやったら解消できるのかなと思ったら、出た時に十何人目かの時に、ちょっと声大きくないですかって言われたんだけど、わし、声量としては、わしじゃ、前田としげ、これぐらい喋ってた。なんだけど、それ全部うるさい。ということで、なんでかなと思って、グイって、この辺にしたわけ、マイク。こういったら、ちょうどええって言われて、私、多分その後の人たちは全部良かった。多分。うるさいと思った人は広くなった。ただ、序盤10人とかは、多分わしに恐れをなして、うるさいとは言えなかったのか、えらい我慢して聞いとってくれたのか、確かにあれはうやかましいだろうなと。あとはわしの横で清正がずっと出るたびに申します申します、加藤清正です。あのね、わしはね地獄だあのずっとわしが真面目になんかお主名前と電話番号、もしくはなければ固定電話番号述べよってメモを取ってな、確か大丈夫か、もうわしの耳に客人の声がなんかゼロムーンってこう言い始めとる時に横から申します申します、あと清正でやると言われるとね、わしついつい笑ってまって、何人目かの時にちょっとすまんなって言って、わし我慢できず笑ってまって、で当麻が真ん中に座って両サイドにわしと清正ちゃんが、で当麻の電話が鳴りやんだ時間帯があった。でそこで当麻がえらい暇だったのか知らんけど、わしが客人と電話してる時に横でなんかサラサラって書き出したの。何か書いとるなと思ってチラッて見たら、わしにパンって出したら、キレのあるツッコミをしとって、こうやりながら、ああさようか、お主、ああそうじゃなーって言いながら書いて、でしばらくトーマ黙っとるなと思ったら、横でトーマがわしと清正のがプルーって鳴り始めるぐらいのタイミングで、トーマが口でプルーって言って、自分で何もないしない受話器を取って、あれがはい、もしもしトーマですって言ってくれて、ああそうですか、本日はですね、絆の受付を行っておりまして、あ、はい、あのサーカスの受付を行っております一人でネタをなんかやっとる、誰も見とらん、誰も見とらん、トーマの係をしとる面と向かいによるスタッフだけが笑っとるわしと清正さん、ど真面目に、ああさようか、はい、分かったって言ってやっとるんだが、真ん中でずっとトーマがで、ちょうど始まる前にピアのものが、あのちょっと早いですけどって言って、わしと清正と共にバレンタインデーのチョコをくれたの。そしたら、あのよほど暇だったのか、トーマ途中でチョコ食い出してで、わしと清正が切れ間なくやって、水飲みながらやっとったの。そしたら途中でそのチョコをな、こう食べとるだろ。で、食べとって、トーマがわしのは並んでです、寂しいですなーって、チョコ口にポンって出た時に、プーって泣いて、急いでトーマガガガガガもしもし、トーマですバチが当たったのチョコを本当にポンって入れた瞬間にポンパーッパーッてガガガガもうわし笑ってしゃあなかったわ。3人でえらいにぎやかに呼ばんとしてるね、よかった。いやもう本家はやはりそういうところを取るってことで、わし秀様とだったんです。おーさようか、はい、秀様は、まあ、わしがこうやって電話で真面目にやっとるんですけど、隣で夢見てちょって優しい言葉あのね、それでスタッフ陣からえらい言われた。秀吉様は甘い言葉を投げかけていましたよと。都知事様、お願いしますわしはキャラじゃない、絶対言わんって言って、で、横で清正がおったから、お前なんか甘い言葉言え、わしはレモネードはいかがでしか言えませんわかん彼なりの美学まあまあ、じゃあやめとけという話になったけど、それを刑事にも前のスタッフが言ったらしく、刑事にもなんか甘い言葉をって言って言っとったけど、なかなか刑事言わなかった。秀吉は甘々だったらしいから、はい、夢で青舞い、はい、だからわしも真似して途中から言う、見ろよそれしか言うとね、柳沢氏のこと甘よ言われてみたいけどね、面白いだろうな、それはそれやってみたい。いや、そういうところに性格が出るけどな。しかし、わし、まあ、本日も戻って、本当は演舞があればという話だったんだが、本当にあれだったろうな、演舞だったら、またちょっと変わった風変わりの演舞を見せれるところであって、楽しみでもあったが、まあ、時間差から天の落とし抜きだからな。わしも、
清正、本当にな、わしはこの間譲り受けたなと思ったけど、清正が人生切った時につけとったサポーターにもつけとる。清正からぜひって言っちゃわれた。皆さんご存知ですかね、清正様が人体。そう、あのもう4年ぐらい前なんだけどな、あやつも人体を切って遠方にあの出とって呼び込みとかやっとったんだ。要はそういうことを私もやるつもりだったんだよな。その呼び込みとかそういう人形がやってくれることをやろうという感じだったんだが、まあ、あの一応テーピングというところテープでガッガッと止めてはおるんじゃが、まあもしも動いてしまった時のためにおるんじゃないですか。清正がわしちょっと屋敷で探してきます、捨ててなければあるはずと言っておって探してきて、もうあとはうやうやしく消え様って言って、巻き方はこうですって教えられて、もうすごいんだ、もうバッチリカード、これはいいわと思って受け取るんだよね。これを譲り受けてしばらくは、まあ、来週には金沢も私控えてるから、金沢では演舞やりたいなとは思うんだろうな。金沢で巻き方したらちゃんと元もないから、しょうもなくはないけどしょうもないからな。だからその翌週には展開つけてるんだよね、これが控えてる。わしはな、天下一に勝つためにこう戻ってきたわけです。これ天下一に間に合わせるという名目がある以上、天下一前にまたこけるわけですよ。2つの意味でこけることによって怪我はあったと、武将隊自体もこけられないと。当然絆も大事なんじゃが、絆を気分よく迎えるには天下一を制することがまず第一。だからわしは熊本の官兵衛の分も、まあ戦に出れる分じゃな、まあ、あいつの分もといってはわしは敵だから、ある意味な、言うてもあれだけれども、あいつの分もわしは天下一にて躍動したいと思うとともに、まあ、熊本の武将隊が本当は全員乗り込む予定であったが、官兵衛を架空メンバーで来るとは言えじゃな、そこは敵に塩を送るつもりはなく、ある意味その主張というのはわしらが全力で挑むことであるということであるゆえ、あやつらの精神的なことも気がかりではあるけれども、まずは名古屋武者の武将隊が今一度金の太刀を持ち帰り、そして秀吉役の絆、これに向けてじゃな、まあわしの座長の21日祝日はテレビアホールは、まあ一斉検挙させていただきたいというふうに思うとともに、まあこたびはちょっと思考が変わったわしの座長企画も、まああの手下が帰ってくるという希望のもと、果たしてこたびは誰をどんなふうに逮捕してくれるのかと思うかもしれんけれども、ちょっと今回は過去2回とは全く違った方向性で挑んでおるゆえ、見たものはちょっとこぎものくと思う。わし的には過去一番の仕上がりといってもと思って、まあ、こんだけ飛行ってたんだから、それはある程度完成度がないと納得もさせられないんだが、昨年はわしの金色デカと呼ばれた、かの有名な、まあ、検挙率 100% 誇るデカが、まあ、映像を披露したところ大反響だったということは記憶に新しい。なれどももうあんな映像はダメだ、全然完成度が低すぎる。今年の映像は完璧、わしはもうね、自信を持ってお送りする。まあ、昼の陣に来るものしか見られない映像ということでね、これは楽しみ。ちょっと昼の陣は一人がいい、違うのかな、予定が書いてない、書いてない予定が合えばって、なんでお前のスケジュール次第ではあんま出れないの。ちょっとなんかうまっちょですけど、合えば伺ってね。だとしたら絆か名古屋城だな。まあもしな、見られたらこれ記憶に留めてもらいたい。本当にな、すごい、わしはね、作ってくれたものに拍手をしたい。わしが注文したことが全て形になった。当然夜の陣も楽しみにしてもらいたいんだが、わしはもう正直に昼の陣で燃え尽きる可能性高い。だからもう芝居の本編はね、あんま期待しないでもダメでしょ。もうね、やるって出ないと思うんだよ。どうよ、全部多分秀吉、そんなことを言うでない。どうよ、見よ、ずんだ間違って、いや、僕
たの。シルエットが違いすぎる。まず背丈が足りないから。20センチぐらいの厚底履かないと思う。おお。それなんじゃ。マジでもどうなんか。おおってなる。おお、申されますよ。どうしたよ。ああ、それ違うじゃろ。勝手にできる。それ違うじゃろってあんま言わんじゃろ。なんでやねん、完璧です。マジ、いつから関西出身の時に荒子出身だぞ、名古屋弁人間。なんでやどんだけいじってもそれ関西弁だわ。それは本日近畿大阪の遠征地にて、あれなのか、金の弟と熊本も来てるんじゃん。あ、一緒にやらせていただきたい。あ、びっくりした。そうなんじゃん。金の弟が久しぶりに会いたいけどな。ねえ、元気ですか。元気じゃろ。あいつらは酒ばっか飲んで。あー、冷たいな、足が。みんな大丈夫か。靴ってすごいな。旅はダメだぞ、この時期。もう足凍傷になるんじゃないかと。お前大丈夫なの？感覚ないです。だろう。動かしたから、お前さん気づいたら足の指なくなっとるぞ。本当によくありますね。絶対ないわ。生えてこんだろ。一個の顔。完璧です。魔漢講座ポグッドだ。絆ピッコロ役ででは。絆ピッコロ役ってお前絶対一番強いやな。秀吉どんだけいとったってもうハーってなるじゃん。あー、衣装台に緑の、塗料を。お主だけ終わる頃にはなんかダラダラにただれた感じになるよ、はい、打ち上げちょっと待っていただいて。若干緑っ気残ったのお前に来る。やめてちょうよ、それ。ちょっとなんか生やさなかった。やりましょう。ちょっと切られたら紫色の血だ。はい、ボタボタ仕込みましょう。絆いろいろ変わるわ。最大の敵ピッコロ現れた。あるですよね、まだ台本もいただいております。こうじゃ台本ないからわからん。大丈夫なんですか。3月10だから、もう、わしがとお主が神奈川行ってる時には、もう一回切ってる。毎年思うけどね、絆ってギリギリだよ。ギリギリです。どこぞの衝撃だった。本当じゃねえ。何したの。まあ、ただ、江戸などでも、場合によっては前日に台本が書き上がったということもある。あります。当日もあります。それを考えればわしらなんてはまだ恵まれとるから、まあ、いつ来るか決められてないだけの話で。まあ今回は秀吉に頑張ってもらうんじゃないかな。楽しみじゃろ、楽しみじゃろ。まあわしも楽しみだ。果たしてどれだけわしが今回休めるのか。なんでその楽な方、楽な方やつ。いや、違うんじゃ。何かとは言えんけど、いや、昨年は徳川殿はいっぱい休憩があった。確かにそれは徳川殿、基本だって楽屋のモニターの前にずっといたんだもん。あの節目、場面の節目節目でこう出てきて語って帰る。語らない時だってあったの。はい、一番上の段で扇子をペッってやって帰ってくだけだから。それ、そういうところでいいと思ってたら。いいか、様の親友ですね。親友だけど、親友だけど親友じゃないみたいなのもある。そういうことですね。ちょっと今の発言はなかったです。今ちょっと適当すぎましたよ。どうだな。親友だよ。じゃあ、こたび、主役どうやって決めてやりますか。どうじゃな。出番前に衣装隠すとか。そうですね。あとは、旅の中に首をごっすのね。それは事件だ。そうなると21日には検挙される。ああ、そうですか。もうやはりこう、私は主役を妬む、そういった悪い役で行こうかな。妬む役なんだ。いやガラスの仮面とかであるじゃん。
企画をこう選ばれて、私の方が才能があるのにみたいな、あの、立ち位置に、私が行くのか提案しようと。わしはもう、根回しにあらかじめ脚本化しておく。え、やらしい。ちょくちょくお会いする機会、演舞の稽古、ああいう時に、あの二人になった時に、いや、やっぱり史実上でもわしと秀吉は切っても切れない上に、わしのやっぱ出番は質的に増やした方が客人にとって丁寧でしょうな。言い方をジャブで入れ続けるとか、無駄に稽古期間中秀吉に寄り添ってみたいな。常に秀吉とワンセットでいるように心がけて、あ、セリフ増えるな、これもで、無駄に演舞を引っ張り出して、でも史実的に言うと、あの時わしは秀吉のとこにおったゆえとか言って、あの線路をすり込むっていう、線路的なことや。ただ今回のこの怪我を持ってね、あの東海テレビの聞き取ることからね、あの都心様の怪我の回復具合によってはセリフ減らしますもう増やした分全部帳消しみたいな。そこはもう致し方ないというか、それはもう致し方ない。まあ、しかし秀吉様は、わしらと同じ農民出身と いうことでございます。必然的に陣川さんの出番も増えるのではないかと私は踏んでおります。それはあるやもん、ね。ただわし聞いたところによると、はい、秀吉の今回の絆はわしと清正の時と違って、一代ではなく、要は若い頃から時よりまでではなく、ある一場面を切り取ったものになって聞いてるから、多分出世した後なんですよ。ダメ。いや、でもわし秀吉さんの偉いすがりついてくるよね。確かに川並みしてるですね。それをジャブとして言うとかにゃ、もうぼちぼち完成しちゃったらもう無理。じゃあ日記で展開していこうかな。そうだな、何日見てくれるか分からない忙しいいいでしょう。まあまあ与えられた役を一生懸命見ます。あ、本日の清正の方春春光春に向かう方春方春方春春光場所毎回間違います。今回は三重村久々だよ。ただ慶次郎は大阪から合流ということで、始まった行進の陣が開始した後に現場入りとなるゆえ、三重とかそろそろ最後のみだ。慶次郎大変だ。新幹線大丈夫ですか？もう大丈夫だ。影響が多分関西とかダメ。え？50分くれとる。終わっちゃうんじゃない。だから言われたもんな、もうスタッフ、スタッフのものに刑事間に合わなんだらどうするんじゃって言ったら、一応刑事様は歌を歌いになる予定でいるんですが、もし間に合わなかったら清正様と年上様で歌ってください。それは楽しみです。おかしいじゃん、トゥートゥルトゥットゥって2人が踊れるから。どう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 、清正様は割と高音を攻めてまいりました。シャウト大丈夫か。えらいなんかもうドリフのコントみたいな。向きが上から。ケージが間に合うことになるばかりだ。20分遅れとなるで。ちょっとこれはもう松風を使うしかなかろうと。お主にとっての松風って何？その50分遅れを取り返せる松風。いや、それはそれぞれの松風があります。おい、マジ。おい、夢や希望みたいな。人によって松風は違う。人によって松風は違う。ケージが間に合うのか。大体6時にスタートですか、甲子園の時かな。で、あいつが現場に入るのは何してるの。あ、全く分からん。まあ、大丈夫だと思うけど、最悪の場合はもう明日清正で歌うか、行きますか。もしくは、あの刑事が律儀に毎回あの日常にあの自分の YouTube の音源貼っとくから、それをまあマイク通して流すだったら CD 流せてもしかない。それはもうじゃ仕方ない。この中で高春の人口もどうするか、ゴールベな。また今回はえらい、どえらいええとこでやるらしい。そうですね、
カム高級料亭なんだろう。もうそういうの苦手なんだわ。よう密談やっとるやん。おい誰が密談を頼んでるんだ。まんじゅうです。私も悪いよな。はい、もう今のこの言い慣れた感じ。言い慣れたの。言い慣れておらぬ。なんでわし悪代官かわらん。しかし個人的にあれですけどな、あの料亭というのは大体海鮮料理とか出てまいりますね。わし海鮮嫌いだから。そんなこと言ったらあれですね、加賀も名物カニですよ。だからわし前に金沢行った時に井の山にいろいろ案内されて、いいところがあるんですよって言われたから、最後はただわし、あの生魚いらんって言ったら顔凍りつとか。じゃあ何を出せば、じゃあ何を出せば、何でもてなせばいいんですか。そろばん侍のそろばん走り込んだ。はっ、計算外、計算外、だってそりゃ食いたいと思ってきてると思ってる。いらないって。そしたらちょっとだけお待ちくださいって手もかけまくとか。えらい探しに行く。いやー、自分の国なのに。そんなんね、魅力はそんだけじゃないよと。味噌汁とご飯があればね、人間は生きていける。生きてることと違う矛盾が生じております。そうかい、うん、刺身なんていらない。煮て焼け。刺すれば食う。生で刺す。刺身すれば腕で。わしの目の前だけ鉄板置いててくるとき、生魚が出てくるとき片っ端から焼いたら、みたいな。もう、板前が、板前の気持ちが固まれないね。はい、あ、さすがね。絶対そう言うじゃろうなと思って、今もう言おうか迷ったけど、言ってよかったのかわからんけど。ありがとうございます。ああ、いうことよかった。いや、亀吉とはちょっと会話はさ、慶次郎とはちょっと会話が合わなんだ。あ、そうですか。この間びっくりしたもん。久しぶりに出てきて、で、慶次郎と会話して、お久しぶりだなみたいな話をしとって、で、気づいたら同時に喋りすぎて、お互いの話一切聞いてなかった。わしね、あんなの人生で初めてだった。お互いに全く違うことずっと喋ってた。途中でスタッフの人に、あの、両方喋っても意味ないと思いますみたいな。お前がわしの話聞けよって言ったら、わしの話を聞いてよ。なんでわしがお前の話聞くの。わしの久しぶりなんだからわしの話聞くだろうって。久しぶりだぞお互いじゃろう。大丈夫ですか。合わんなお前とは。おい何言ってるって言われて。待てた。びっくりしたわ。あいつ合わんの。先ほど神社に行った時に家様と話がありますか。あ、もうあの人とは4年間会ってないから。合わない。気温は今日朝から調子いいからな。そうですね。うん、うるさい。あいつうるさい。ずっとボケ続けとる。たまった分なのか、じゃあ。わしな、今日いたたまれないなと思ったのはな、わし朝な、徳川殿だけ先出陣して、わしと清正と達蔵と亀吉だったろ。で、わしが突っ込まん間に清正がボケてもな、達蔵と亀吉は一切突っ込まんとな。まあ、それは疲れるのもあるんだろうな。ただわしは、あ、なんとなくこいつは3週間ぐらいこうだったんだろうなと思うと、それは突っ込んでもらえたら喜んでほげるわな。お察しの通りでございます。誰も触れないという。それはあるよな。だってわしがまだ足を引きずっとった頃、一回本陣に出てきた時に、周りの面々はもういいのかとかな、歩いとって大丈夫なんですかって声かけてくれるので、清正会って早々一発目ボケ倒したから心配の言葉もなく、こいつは鬼かと思った。それがあいつなりの愛情の裏返し。よかった、戻ってきたツッコミ役は。嬉しいですね。ボケ倒してるんだよ。ああ、驚くわ。昨日も絆の電話終わった後、あいつなかなか帰らなかった。あの、わしとちょっと前で会話をして、で、今日の朝方もそうじゃったけど、ひたすらボケ倒しちゃった。わしちょうど木のないとこに立っとんのかな、たぶん。いや、あるな。いや、しますか。いや、いいよ。ザーってなるのやろ。今段取りで30分ぐらい。36分。
あ、でもわしらしいわな。英語じゃ今まで溜め込んどった力を一気にゴールしたね。雪と雨、久しぶりじゃないですか、名古屋でこんなに降った。ああ、雪もな、びっくりした。もう朝起きた時から思ったもんな、あーらなーと、あーらら降ってるわと。どれじゃった、明日できますか。無理だな。まあ、まあ、どうせ援護があったところで動けないから。どうせとか言わんて、動けるならやりたいけど、動けないんだったらなったっていいよ。誰がだ。誰がおしゃべりクソ部長だ。おしゃべり部長の出番でございます。まあ、大丈夫か。本当な、わしな、あの、この休み切ったこの感覚の間にな、まずしゃべりなさすぎて喉が若干弱っておったのというのと、あとな、誰だったかな、親方様と徳川殿にちょっとツッコミの綺麗に終わんなったかって言われた。それがショックでね。えっと思って。でも確かにあの返しの弱さがちょっと出とったな。なんか何か言われてで飲み込んでしまった瞬間になってと、親方様にまだだ、お前はまだ本調子ではないって言われた。まだ出資停止じゃ。悔しかったな。ほら、ほら、誰とも喋ってなかったんだもん。そりゃそうなるわ。それでは、足の出かけると、喉の、そう、あと、切れも、切れも。俺、ずっと屋敷で、刀振っとったもん。あの、寂しかったよ。館内にずっと、この刀の音だけが響き渡ってて、今、わし、通報されたら言い訳もできないだろ。自分が武将だと名乗る男が逮捕されました。わしら関与していきます。わしなんか、なんかこう頭にかけてこうやって車に乗ってな、話しいや、ちょこちょこ名古屋城に来とった人なんですけどね。ちょっとよくわからん。わかれ。やたら喋るな。やたら喋るな。でもね、ただの迷惑のおっさんだ。違うよ。まあ、あの期間になっていろんなことを感じられた。演舞考察というのを小竹日署でやらせてもらったんですが、あれでな、改めてそのユーノチューブなどで我々の演舞等を見ておるとか、ああ、なんかこういうところはもっとこうした方がいいなとか、その改めて改善すべき点も見えたし、また羨ましいなという感じに、わしが先生を離脱してからの演舞とか見ておるとか、ああ、なんかこの場に本当だったらわしおったんじゃなと思って見ておるとか、そうなると一回一回の演舞を幸せに改めて感じるとともに、あとはやっぱ電波線も聞いておるとか、ああ、なんか自分はここに戻りたいけど戻れんのじゃなっていうこのもどかしさもあったりして、その、いい意味でこうエネルギーを蓄えられたっていうのはとても良きことだ。演舞講座ということで、はためから見たら何かこう演舞もまたもう一度分かれたところ、非常に良き出資停止の時である、まあ、あとはこれが全開して、まあ、古傷残すことなく、まあ、言うしていたな、早いとこ、まあ、南に戦うような展開で出資を戦い抜ければなっていうのが一番のところで、久々に甲冑を着たし、違う、昨日、絆の石を着たった。そしたらな、秀吉に言われたんだよ。あたさん、お前さんなんか薄くなったぞ。最初は何のことだか分かんないから、えっ？ってこう、なるよね。それはなるよね。こういったらば、いや違うと。お前さんな、ちゃんと寝そったかって。確かにわし、屋敷におって動かんじゃろ。腹減らんじゃん。食う時もあんまなかった。まあ、食うは食う。で、まあ、当然ながら、動かんから、それまでにつけとった筋力とか、落ちるとこは落ちるとか、
やっぱちょっと線が太かったぞ。で、やっぱ課長とか来たらわからん。だけども、お皆さんちょっとこれ、大丈夫か言われて、で、わしはよう通っておる、まあ、行きつけの、その靴下は違うところがある。そこのものに改めてちょっと今からあなたの体を試しますと言われて、これやってみてください、これやってみてくださいって言われた時に、わしな、今までできたけどできんかった。俺は緊急事態ですということで、その体を整えてくれるものなんで、整えてる時にわしの体に触れるたびに、いやいやって言い続けて、何を言うとるんだと思ったら、いや俺はクソすぎる、耐えられないですよ、これじゃん。多分今わし、もう舞い終わったら途中で帰っちゃう天に帰っちゃう、昇天する、動かなさすぎてだから特にわしは右足をやった上、左足にやっぱ体重が乗る。左足はさほど落ちてない、ただ右足がえげつない落ち方をしたということで、その単純に言うと、この左足と両足並べておいて、右足を遠くに出して、右足にこうグッと体重を乗せて、そのまま耐え続けるっていう。でわしはその前までに初めて行った時とかはそれをやらされてもなんてことなかった。ただこの間やった時は30秒ぐらいで震え始めた。でいやもうわしちょっと厳しいなって言ったら、いや、これは緊急事態だ、これは直してからもう一回そっちに戻らないと、そこも直してから戻らないと、突如動くと多分その反動に耐えられないので、下手するとまた別の箇所を痛めますよ。これね、全部頼んだなと改めて思ったことのにって言われてもね、1日2日で戻るならすぐやるけど、やっぱその塩分で使った筋肉塩分で回復させないと戻らんじゃろ。だからわしでも今かかりたい言葉やっても無理よ、飛べって言われても飛べないよ。ちょっと期間いりますね、これいるよ。展開症はいい、大丈夫かな、大丈夫か、なるようにしたらなんなまあしかしながら今はもうこうやって元気に喋れてるだけで私幸せよ、生きてる。この辺さっきからえらい被害を先っぽだからがどの辺かな、さあ落ちるな、多分だけどこの辺も間もなく来るね。さっきはバーッと来てるな。一切影響なかった関係なかった。これやっぱ多少踏んでもすぐこれ氷になってきちゃうから、明日の朝とか気をつけてな、あと今日の夜な、ぐるっとるよ。誠に足がいや痛い、えらいことな、交渉になるよ。いやつくづく我々の本拠地が北海道じゃなくてよかったな。旅だって履いてらんないよ、建物書店の似合ってどうしようもない。あいつも旅だやめたほうがいい。旅の底が必然的に温まる床暖房的な、あ、それ作って除去取りましょう。状態界隈に売りさばいて食べ物って悪大顔してる。よほどお前の方が悪大感ではないか。特許取りましょう。そうだな、今年の部署会は目標、はい、特許取る。あと資格も取ろう。清間様が今資格すごいですね。そうじゃ、そろそろユーキャンの CM 我々でいいんじゃないかな。マテロ横山優マテロパルル AKB を倒すぞ。織田信長が資格に挑戦。あと簿記検定とかやってほしい。細かいやつ。そうじゃね。あんまこうド派手なことではないよね。あのケイチさんはボールペンシュート。キャッパーだな。シュートだよ。そしてさ、なんか欲しい資格もありますか、検定。資格？欲しい。ない。ないです。
興味がないのになったの。あら、なんかやってみたい。自信ない。あー、でもね、わしはインテリと呼ばれてみたい。お待て、早い早い、諦めが早い。インテリ、インテリ、こういう風に言われてみたいなってみたい。次、なるほど。じゃあこう、なんていうんですかな、数字の計算だとか。あー、無理。お金に関するところ。お金はいいんじゃない。お金は好きよ。さすがにそれはもう歯が100万石でもない。あっという間に自分でソロバン感じしてるんだ。でも計算は嫌い。お金に関する。金に関する。なんか倍返しのような。倍返しのような資格、はい、銀行マンになる。ガードマンならできるかも。完全に肉体仕事じゃない。もう銀行の外でもこうやって。それはさすがにちょっとインテリとは呼ばれんかな。インテリって難しいな。ああ、どういうのをインテリというの。やはりそれはもう学歴。学歴、私学歴ゼロ。だって生まれながらにして武士だ。この武士がある意味資格みたいなもんだろ。まあ、じゃあ武士っていう資格だろ。ああ、それはもう武士検定があるよね。もう、ああ、今一度日本の民たちはみんな受けて、この子はもう必ず武士になるという。まずは武士の資格を取ることをみんな目標にした。これはもう学校の科目に入れてもいいぐらいだな。だからもう算数、国語、理科、武士っていう。武士みたいになる。ああ、お前も武士。今日校外学習。どこ行くの？道場。えい！えい！ええや、武士検定。そういうの作るっていうのもあるかも。新しい名古屋城検定とかではなくて武士検定。なるほど。それで南々にちゃんとそれが取れたものは武士初級とか、ね、中級、上級とか、まあ、今遊びの範囲ではありますけども、忍者の修行をさせてもらえるところも多々あります。そういったような感じで、それに似せるということですね。あ、思い出した。大河ドラマの、ちょこちょこ黒田官兵衛、はい、この中で見とる人、見てない人、何やってる。全員見て当たり前じゃろ、黒田官兵衛は。まあ、こたびの大河ドラマね、最初はな、つまらんと。この間の話だけは良かった。あの良かったです。あれ岸も良かったな。あれ良かったです。あ、前回の見たもの、あー、素晴らしいじゃないか。あのな、改めて感じてもらったと思うぞ、勝ち時の意味と重さを。それをわしはもう声を大にしていたいな。あと亀吉が一番気に入った場面どこじゃった。姫路城で奥様が、姿がね、泣きなさを持って立ってるんですけど、やはり怖いはずなんです。しかしでも、誰々がお家死にと伝令が来ても涙一つ見せずに、凛として立っとる、その姿が見まし、本当に感動いたしました。戦国の女は強いな。そう、あれがな、わしの我が前田家の家訓である。男は美しくあれ、女はたくましくあれというところの象徴であって、男は美しく戦場で散り、女はたくましく家で待つ。これがな、もう体現された映像にわしはもう思わず涙をこぼれた。またあのな、亀吉の言っとる場面もそう。こんな気なさを持って立ちで来て、大義と言われて、もう引きましょう、帰りましょうと言われたにもかかわらず、いや、私はこの城の主だ、声を大にして言う。あれはわしの奥方である松が越前府中で、あの静方家の時にわしを待っとったのと同じことよ。それをね、わしはちょっと一瞬見えた気がしてね、素晴らしい。現代の謎も壊るべきだなと思った。男は外で美しく働き、女子は家でたくましく帰りを待つ。しかし今の現世の女子は弱すぎるから、女子も外で働かねばならんというね。違うんだと、そういう姿を改めて見せてくれた。そして、その官兵衛たちが帰ってくると、安堵した表情を浮かべるものの、そして、
祝言を挙げることを約束した男が戦場で果てたことを知り、泣き崩れる姿を見ていたたまれなくなった勘兵衛は刀を抜いて、勝ち時をあげよう、で勝ち時じゃ勝ち時じゃと言って、全員がえいえいおー、実はあの勝ち時っていうのは、あの死者への弔いの意味なんだよな。我々は盛り上げる意味合いで現世から使っておるけれども、戦国時代というのは戦の後に行って、しかもあれというのは、まあよく大将が挙げるイメージがあるかもしれんが、勝ち時というのは主に軍師が挙げるもの。だから軍師が回数や言い方を決めるの。ゆえに、えいのえいのおとか、えいえいおと言い方が違うのは、それぞれに意味合いが違うからなんだな。そして死者への弔いというのが一番の意味合いとしてあるゆえ、三度えいえいと大将が言ったら、おに続いてくる。だから大将のみがえいえいと言って、全員がおーと声を上げる。これが正式な勝ち時であるということから、もう使い方としても抜群に良かったあれだな。あいつのために、我らのために命を張って、戦場に散った者たちのために勝ち時をあげるぞと、勝ち時をあげるあの姿。そして勝ち時というのは、刀、あれを掲げるのが、ルールということであるゆえ、我々は、お主らがみんな平和であるゆえ、武器を持たぬから、拳を掲げようと言っておるが、ちゃんとしたルールとしては、刀、槍、そういった武器を掲げるというのが、一つこれ、しきたりとなっております。それを取り決めたのも軍師で、本当はあのように突発的に勝ち取っていうのは行うのではなくて、事前に全員が集められて、軍師がその前の日にまで考えておいて、こういう勝ち取りにしますというのが説明が行き渡って、それを始めてあげるという、そういうちゃんとした形式ばった流れがあるんです。しかしながら大河ドラマでのあの勝ち取りはちょっと涙をかかったな。だから勘弁、ここからさらに面白くなるであろう、見るのもまた。あとは竹中殿がやっている秀吉も素晴らしいな。その薪を割るシーンは秀逸だったよ。わしはもうみんなも薪が割れるんです全然割れとない、全然割れとない。あたたあたたたたあれはよかった。でそこから急に真面目なシーンにこう入っていく、あれはすごい。あの技は今んとこおだけちょっとパッとしないから。そうですね、まだちょっと安定は竹中秀吉のおかげで今持ってる。これがまあ勘弁だからおかげはええんだけど、まあ案の定わしは出ないし今のとこまあまあまあ晩年だな、こっから秀吉が天下取ってからだわ。だから早いとこ親方様にはさっと消えてもらってこれから勘弁様会うんですよ、信長さん。そうだ、だからもう早いとこちょっとスッと会ってもさっとはけてもらって、荒木村重ももう早いとこ謀反起こしてもらってチャ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 といかないと、もう場は決まってる。1年という中長めに出たい。果たしてじゃあ前田敏夫誰がやるのかっていうのも分かりませんけど、まあそうですね、まだ発表もされておりません、ね、されておりません。だって出るか分かんない、はい、当たり前だろう。まだ A とか B とかそういう扱いのね立ち位置だよ。これで唐沢敏明出てきたらわし嬉しいね。もう再演の人ばっかり A ですね。 A 竹中殿は大河ドラマ GO の時の北王子とのバリにあのね存在感がすごすぎてね、もはや若いとか思えないすでにね威厳がありすぎて、もう初めからあんな感じですよ。そうそうそう。ただわしが象徴したのはその涙涙のシーンも良かった、すごい女性の覚悟を見えて良かった。ただ一番パッと思って思い出したのは、親方様が牢石を働いた者の首をスパーンと跳ねたのかな、そこまでダン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 と走っていって振り向いたものにザーンと跳ねた時、あの時に掛け合っていって、今日の街の乱暴たちが許さん、無論家中も同じである、こういう話をしたが、親方様のあれが素晴らしいところだった。その当時はそれが当たり前だった。戦によって相手の地に踏み入る理由は、自分たちが物を食うため、物によって富を増やすため、そのために他の領地に進軍しておったゆえ、乱暴老的にまた強奪というのは当たり前のことだった。なんじゃがそれを許すまじとしたのが親方様だった。根本から世を変えるぞ、あの形にわしは惚れ込んどったわけ。だあの瞬間にはちょっと江口信長をちょっと認めたんです。それまでは正直認めてなかった。おかしいもの、木の上に秀吉がいて、あそこから落ちたら死ぬもん人ベッと落ちてきてね1話ですな、ね、おい1話でベッと落ちてきて、で親方様が鍵ほいってあげる、草履取りから始めようって草履なってあの姿も実は好きだったんだ。当時はな、偉い人の顔見れんから、あいつはあーってこう、やってる姿は好きだったんだからな。江口信長が異様に合わないとは思った。
葉っぱがまずありすぎるというのと、わしが違うなって、まだ豊川悦司殿のやった信長の方がかっこよかったと思うんじゃけども、まあちょっとあれで認めたな。もう次の輪で決まってくるよ。ただ注目してるのは予告のシーンであった、あの荒木村重に刀に刺したまんじゅう食わせるね、はい、あのシーンをね、わしは親方様がどう演じてるのかっていうのが気になる。それによってはもう永遠無事の信長ないよ。いくですか。はい、どうなるとないよ。岡田官兵衛がどうするかってことなんで、どういう状況なんですかね。わからないね。だって意味がわからないもん。刀にまんじゅう刺して食わせるの。皆様、荒木村重作りますか。作るか。嫁や子供を捨てて逃げて、結果的にはまた利休の弟子として戻ってくる愚かな人間なんだから。利休様のおとぎ衆だよ。わしはスカン。あれスカンですか。スカン。嫁子供を捨てるのは言語道断だ、ね、それによって全員処刑されてしまうんじゃん。また官兵衛を幽閉するとか許すまじ。お茶の世界で言うと、あの方も茶人でございましたよ。それは認めざるを得ない。有名な茶器いっぱい持ってる。あいつ宝持って逃げてくるんだけど、謀反が起こった際にそれが結構消失してしまったんですよ。悪いですね。まあ、残念なところでございます。いやー許せん。最近のゲームあいつ嫌いだ。わしはあんまりな、合わん人間が多かったんだな。あーだけは意外にそうですね。あとはさっさと言った成政は嫌いじゃないんだ。あの嫌い、好きと嫌いで見たら好きなんだ。ただな、あいつちょっと鼻につくんだわ。ことあるごとにわしに何かしらとほっかけてくるんで、あのジャンルの違いと今の気持ちみたいなもんかな。あの何かありゃわしに伝わってくる。今面白い要素だからそういうセットもなりますが、ちょっと鼻につくんだ。それがわしは当時気に入らない。あとは佐久間様だ。信盛様は用しても、信盛様は親方様のそばにずっと働いておられたんですが、ただな、同じ佐久間でも森政はちょっと苦手とするところで、まあわしをおじごおじごと慕ってくれてはおったものの、あいつはな、ちょっとここが足りん。なんで静岳のような失態を起こす。まあ、静岳でな、奇襲を最初に仕掛けたやつなんじゃが、あいつがもうちょっと早く戻っとれば、親父殿ももうちょっと前進したんじゃろうが。ただわしは思う、親父殿はとてもまっすぐで素晴らしい方ではあったが、あの人が天下に名乗りを上げるのは遅すぎた。まあ、親方様が死んだ後のすぐことであるから、あの人はもう年を食っておった。もう弱い60を超えておった。あのままもし秀吉に勝っておってもその天下は長くはない。そう考えれば秀吉が勝った方が良かったのではとは思っておったから、そういうような形で秀吉に丸め込まれたのかな。そう考えると織田家っていうのは案外な、やっぱ個性が強かったんです。そうですね。生まれた身分は関係なかったんだよね。親方様が気に入る能力が高いものを全て召し抱えるという形だったから、当然ながら衝突は結構絶えなかった。だから地方軍という形でどんどん派遣して一挙に集めないようにしよう。またそういった集まる場を避けるために年賀の挨拶も親方様は若い頃はさせておったが、ある程度経ってからは年賀の挨拶を免除しよう。それは戦に明け暮れておったのもあるけれども、そういった顔を合わさせるということさえもちょっと避けたということがあった。昔の強引みたいなもんだまあその内部個性が、そうですね、個性が強すぎてお互いが別々に行っていでも大人気で、まあなんかただそう言われると4人ぐらい絞ってこないといけないんで。あ、そうですか。誰が金室だ。マシですか。違うわ。おい、その織田家の中でこんな存在の話だ。もう豊臣家カメロック芸人みたいやな、ね、カメロックピン芸人だ。寒いな。50分だかな。あ、そうですね、55分。あれな、もう足ちぎれるよ。膝もちぎれるだろ。来たな。あ、50分。50分、大人じゃな。ではわしはこの後は清正を追って交渉の地に向かう。はい、時もさ出とるから、わしも向かい、そして
明日はまた名古屋城には出陣ということで、明日は親方様、徳川殿町という、ちょっとかなり珍しい布陣で、そして、亀吉橋と亀山さん、はい、亀山にもまた出陣があるということで、こちら時間の方に出陣できるものが出陣するということで、ただし、先ほども言った通り、夜にはこれが凍りまして、明日の朝は非常に危険を伴うであろうゆえ、足元には十二分に気をつけて、特に階段には気をつけてください。これだけは気をつけていただいて、皆々が無事に、笑顔で会えることを楽しみに。この名古屋で着いてからも一緒のことじゃ。トゥル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 行くから。焦げて怪我しないように、特に段差には気をつけてください。あ、ここに来るよ。気をつけて。さあ、では本日はこれでの会場、姉妹じゃ、皆の衆、ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。